アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに身を押さえた友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月12日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第4節、その3試合行われますうちの一戦となります琉球ガーディアンライオンズ対クラブアイランド一戦がまもなく試合開始となります。試合開始12時キックオフ予定です。現在その両チームフィールド内において最後の調整になるウォームアップを行っております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はメインストーン側に陣取りまして、ホームカラーでありますブルーのユニフォームをまとっておりますのが琉球ガーディアンライオンズ。その名前から指します通り、沖縄から参戦しています X3 チームです。2020年4月にメンバー5人集まりまして結成し、そのまま一気火星に X3 参戦を決めました。昨シーズン2022年が初参戦という形になっておりました。この試合におきまして、このリーグにおいて見事全戦出場しまして3勝3敗の成績を収めております。沖縄米軍などさまざまな強敵と対戦重ねまして自力をつけ、今シーズン一気に X2 昇格を果たさんというふうに意気込んでまいりましたが、残念ながら今シーズンすでに3敗という形になりまして、X2 昇格の資格がない形になっております。しかしこの試合におきまして今季初勝利を遂げんと、この大阪鶴見緑地に舞い戻ってまいりました。さあその思い叶いますでしょうか。対しまして反対側に陣取りますのが、長く X3 において活躍しておりますクラブアイランズです。本日はアウェーという形の扱いになりまして、ビジターユニフォームのホワイトをまとっております。かつては神戸にありますアパレルメーカーワールドをスポンサーとしまして、ワールドアイランズとして名乗っておりました。1980年代90年代から常に X3 リーグに参戦しておりまして、常にその下部にありましてではありますが、しかしこのリーグを盛り上げんと活躍活動をしておりました。2016年17年は連続ブロック優勝を果たし、入れ替え戦出場も果たしておりますが、現在は再建期にあるか、こちらも現時点では3敗と苦しい状況にあります。共にこの試合におきまして勝ちました方が今季の初勝利となる一戦となりました。さあその思い遂げることになりますのはどちらとなるでしょうか。早速チャット内のメッセージありがとうございます。町田様、今日こそ勝って凱旋を。おそらくはこれは、琉球ガーディアンライオンズに対するエールのメッセージだと思われます。町田様は常に、琉球ガーディアンライオンズを応援されていることが常にひしひしと感じております。確かにこの一戦に勝利しまして今季の初白星とげんという思いは応援する方々にも伝わるところではありましょう。本日の鶴見緑地は曇天の天候となっております。今週、急激に冷え込みが入りまして幾分かその天候面に不安がありますが、それが如実に現れている形になっております。現実、先ほどまでは小雨も、パラついておりました。さあこの天候の変遷がこの勝敗にどのように影響するかも注目いただければと思います。両チームサイドラインに整列しまして審判団が中央に歩み寄りました。これより両幹部を招きましてのコイントスが行われます。令和5年11月12日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第4節、琉球ガーディアンライオンズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行います。試合開始12時キックオフ予定です。
これより両チームの首脳陣によりますコイントスが行われます。コイントスの結果、クラブアイランズキックオフ、琉球ガーデンライオンズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム試合前の檄を飛ばしまして、これより試合開始となります。まず試合はクラブアイランズのキックオフで開始する形になります。クラブアイランズキックオフを務めますキッカーは91番のプレイヤーです。91番大山、興國高校出身のルーキーです。対して琉球はリターナーを2人構えました。さあ琉球リターンに入ります。リターナー14番、ボールをジャックルしましたが中央突破を図りまして自陣26ヤード付近からの攻撃を得ます。この位置から琉球ガーデンライオンズの攻撃に変わります。リターンしましたのは14番の草開き、大阪工業大学出身のプレイヤーです。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。4回の攻撃圏で10ヤード前進して攻撃圏更新をするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーデンライオンズの攻撃です。ボールオン自陣26ヤードから琉球ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃圏更新必要距離は10ヤード。ここでホイッスルが鳴っています。現在審判団による現時点の状況確認をしております。
さあ、これより琉球の攻撃です。ボールオンは自陣26ヤードから1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずパスプレーから入りました。アメリカンフットボールは攻撃の開始点より後方より一度だけ前にパスが投げれます。この権利使いましてクォーターバック、まず左側におりましたワイドレシーバー14番にパスを通し、約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。倒された地点までが前進距離となりまして次の攻撃に変わります。進みました地点からの次の攻撃です。琉球2回目の攻撃に入ります。琉球自陣30ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあ、今度はランニングバックに託しました。中央へのランプレーです。託されました33番、ハンドオフから中央突破しまして相手タックルを弾き飛ばすように約3ヤードゲインとなりました。3ヤード前進し次の攻撃サードダウンに変わります。早速チャットラインのメッセージありがとうございます。吉浜様、ライオンズファイト。あやエドワーズ様、レッツゴーライオンズ、千葉リオ。ライオンズの応援メッセージが目立っております。琉球サードダウン3、パス成功、ファースター。クォーターバック7番、中央切れ込んだワイドレシーバー3番にパスを通しまして攻撃権更新です。トータル10ヤードの獲得しましたので、ここで攻撃はリセットされ1回目の攻撃に変わります。琉球ファースター、見事攻撃権更新を果たしたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のチームのバイスキャプテンです。取りましたワイドレシーバー3番は池口、日本大学出身のプレイヤーです。さあ、琉球ファーストダウン10、ボールオン自陣44ヤード。このパスは不成功。今度は左に展開した3番へパスを投じましたが、3番キャッチミスしパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして琉球セカンドダウン10の状況に変わります。琉球ボールオン変わらず自陣44ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に変わります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス成功、ファースター。今度はワイドレシーバー14番にパス、これを14番キャッチしまして見事攻撃権更新です。琉球ファースター、パスを取り攻撃権更新を果たしたのはワイドレシーバー14番の草開き、大阪工業大学出身の42歳です。さあ、攻撃権更新になりました琉球。相手陣入りまして相手陣45ヤードからのファーストアンテ。さあ、今度はランプレーです。ハンドオフしましてランニングバック33番、倒れ込むように中央なだれ込んで約4ヤードのゲインとしています。キャリアとなりました33番は中本、関西大学出身のプレイヤーです。さあ、順調に攻撃を展開しています琉球。ボールオンは相手陣41ヤードに入りましてのセカンドダウン7で、次の攻撃に入ります。2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。さあ、バックスをなくしましてノーバックに変わりました。パス成功、ファースター。さあ、ここでエンプティーフォーメーションから中央切れ込んだワイドレシーバー3番がこのパスをキャッチし攻撃権更新です。琉球ファースター。本日はこの藤原から3番の池口へのラインが効果を発揮しているようです。さあ、着実に相手陣に入りました。相手陣26ヤードから琉球ファースターダウン10。クォーターバック7番、パスを投じると見せかけ QB ドロー、中央切り込むように自らフェイントに近い中央へのランプレーを決めました。これが構想しまして約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。的確な判断でゲインしましたのはクォーターバック7番の藤原です。千葉商科大学出身。琉球セカンドダウン4に訂正します。琉球セカンドダウン4、
パス成功。クォーターバックに、7番右に展開していましたワイドレシーバー29番にパスを通しました。このパスは若干短かったためかゲインは2ヤードほどにとどまっております。しかしプレッシャーある中見事にキャッチを果たしました。ナイスキャッチです。取りました。29番は中村、城西大学出身。琉球ガーデンライオンズサーダウン2、ボールオン相手陣18ヤード。ナイスラン、ファースター。ここで琉球ドロープレーを投入しました。ドローはパスに見せかけたランプレーです。フェイントをするようにランニングバック33番中央切れ込みまして攻撃権更新としました。琉球ファースター、見事攻撃権を果たしましたの更新を果たしたのはランニングバック33番の中本でした。関西大学出身。近年関西学生三強の一角にあります関西大学出身のプレイヤーです。中本がおりました当時に関西大学は大学日本一を獲得しました。クォーターバック7番スクランブル、パスを投じようとしましたがディフェンスカバーよくパスが投じれないと判断し、クォーターバック緊急発進のランプレーを展開しました。これによりまして約2ヤードほどゲインになっています。状況変わっておりました。ボールオンは現在相手陣6ヤードの位置にあります。琉球あと残り3回の攻撃でエンドゾーンを狙います。琉球セカンドアンドゴール残り6ヤード。パス不成功、パス不成功の判定です。ここで左に展開したランニング枠へパスを投じましたがランニング枠ディフェンスのカバープレッシャーありましてパス不成功となりました。前パス失敗となりまして攻撃権はサードダウンに変わります。さあ残り6ヤードの攻防を注目しましょう。琉球サードダウン2ゴール残り6ヤード。こうタッチダウン。クォーターバック7番内側にスラントパターンで切れ込んできたワイドレシーバー29番にパス。29番これを見事エンドゾーンでキャッチしましてタッチダウン。琉球タッチダウンパスにより6点先制となりました。見事なパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、千葉商科大学出身。取りましたワイドレシーバー29番は中村、城西大学出身のプレイヤーです。さあ琉球ここでトライ4ポイント2点を狙います。2ポイントコンバージョン。さあクォーターバック自ら中央突破を図りましたがしかしエンドゾーンまで届いておりません。結果的にはこのトライ4ポイント失敗となりまして琉球6点止まりです。琉球ガーデンライオンズ6点、クラブアイランズ0点です。しかし琉球タッチダウンにより先制を取ることに成功いたしました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでプレーでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。これは2点となりまして、結果的にアメリカンフットボール、ワンプレーによる得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって得点は構成され、その得点の取り方で引き分けが起こりにくい決着方式になっております。そして試合は、先ほどタッチダウンを挙げました琉球ガーデンライオンズのキックオフで再開する形になります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。キックオフをしましたのはクォーターバック7番の藤原です。短く蹴り込んだ
キックでボールをさらに確保せんという格好でしたが、しかしこれはアイランズを抑えまして、アイランズの攻撃に変わります。攻撃権はアイランズと変わります。町田さんはこの調子で最後までのメッセージ、これが琉球のさらなるエネルギーになっていると思います。さあ、それを返す刀に反撃に入るのがこれから攻撃しますクラブアイランズです。ボールオンは自陣35ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。パス成功。まずアイランズはパスプレーから入りました。右に展開していたワイドレシーバー81番にパスを通しまして、8ヤードのゲインを果たしております。見事なパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー91番のプレイヤーです、大山の81番の片瀬でした。失礼いたしました、関西学院大学出身のルーキーです。本日ナンバー変更ありまして、片瀬は8番から81番に変わっております。クラブアイランズセカンドダウン2。さあ、このラン出た。ナイスラン。ファーストラン。今度はランプレーです。ハンドオフからランニング枠42番。中央突破しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストラン。見事攻撃権更新しましたのはランニング枠42番の山崎です。滝川高校出身のチームキャプテンです。さあ、アイランズもここまで不調でした攻撃はまず初手から非常に順調に展開しております。攻撃権更新になりまして、ボールオンは相手陣44ヤードから。クラブアイランズファーストダウン10。このパスは成功。今度は左に展開していた85番にパスを投じましたが、このパスはオーバースローです。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。この攻撃を率いておりますのはクォーターバック11番の旗部です。九州工業大学出身のエイジ52、52歳のクォーターバックです。さあ、クラブアイランズセカンドダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。今度ここでアイランズはカウンタープレーで右オフタックル付近にランニング枠を投入しましたが、これを見計らってクラブ琉球92番が見事なタックルし、約2ヤードロスに変えています。見事な対応をしましてタックルしましたな琉球ガーディアンライオンズ92番のゲイブ・エドワーズ、ロレーナ高校出身のチームのキャプテンです。さあ、アイランズサードアンド12の状況突破なるでしょうか。ここでホイッスル。反則が発生しました。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。まもなくこれよりその反則がどちらにあったか判定が下されます。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。特に特定の選手以外は1秒間の静止が開始前求められます。この反則によりまして5ヤード抜体となりまして、サードダウンやり直しです。従いまして、クラブアイランズサードダウン17で試合再開です。さあ、厳しい状況になりましたが、この状況をアイランズは突破なるでしょうか。クラブアイランズサードダウン17。パス成功。クォーターバック11番、プレッシャーを感じながら
左にロールアウトしパスを投じましたが、これはクラブアイランズ、失礼しました、琉球37番見事にレシーバーをカバーしパス成功としています。見事なパスカバーをしましたのは琉球37番の、王子です。海城高校出身のプレイヤーです。おそらくは未経験、学生時代未経験の選手がこのフィールドで活躍しております。クラブアイランズフォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄ですが、キック力による陣地挽回を図ります。しかしこれはプレッシャーあってか大きくは挽回できませんでした。琉球陣28ヤード地点で外へ出まして、この位置で攻撃権変わります。この位置から琉球ガダンライオンズの攻撃に変わります。結果的にアイランズは4回目の攻撃権更新ならず、その攻撃をパントによって譲渡する形になりました。しかし陣地は押し返す形には成功しております。さあ琉球自陣28ヤードからの攻撃に変わります。ここから琉球さらなる加点を狙いに攻撃を展開しようとします。琉球ファーストダウン10、さあまず中央へのランプレーです。ランニング枠33番の突進によりまして約2ヤードほどゲインとしましたが、これをしかしアイランズ52番見事に対応しましてロングゲインは防ぎました。見事対応しましたのはアイランズ52番の梅原、神戸大学出身のチームのバイスキャプテンです。琉球ボールオン自陣30ヤードからセカンドダウン9、パス成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあった反則でしょうか。先ほどのプレー中2つの反則が発生しました。オフェンスチーム側にホールディング、相手選手を掴んでいたという反則がありまして、ディフェンス側にフェイスマスク、相手を倒す際にフェイスガードを掴んで倒すという危険な反則がありました。これはどちらもプレー中に起こりました双方の反則ですので、このプレー自体を先ほどは無効としオフセットにします。従いまして琉球セカンドダウン9で試合再開です。さあ琉球ボールオン自陣30ヤードからセカンドダウン9、このパス不成功。クォーターバック7番右に展開し内側に変わるパターンで戻ってきた29番にパスを投じましたが、このパスわずかにショートしパス不成功となっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして琉球ガーデンライオンズ6点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替わりまして、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。
それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まず序盤となります第1クォーターは、琉球が順調な攻撃シリーズを展開しまして先制のタッチダウンを上げる形になっております。クラブアイランズもしかし反撃図らんと攻撃も展開しております。非常に面白い攻防になるようです。この試合はこの配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。多くの企業様そして個人の方々の寄付によりましてこの配信は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この YouTube 配信の説明概要欄にその申し込みとなる URL の掲載があります。そちらをご覧いただきまして、そのショッピングカートにある内容、もしご協力叶う方々ございましたら、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ双方攻守の方向変わりまして、これより第2クォーターに移ります。琉球はメインスタンドから見まして向かって右から左に攻める形に方向が変わります。琉球自陣30ヤードからサーダウン9、パス不成功。クォーターバック7番、中央切れ込みましたワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミス、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。琉球フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。アイランズはリターナを1枚セットしました。このパントはコントロールよく、クラブアイランズ陣23ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。失礼しました。ボールオンはクラブアイランズ陣18ヤードの位置となりました。パントはその成否によりまして大きく陣地挽回あるいは陣地交代を招くそのプレーとなります。ここは琉球見事にこれを決めまして大きく陣地を挽回する形に成功しています。アメリカンフットボールは陣地そのものは勝敗には全く関係がありません。アメリカンフットボールは点取り合戦です。しかし陣地そのものは失敗をした際、そして何らかのミスが生じた際の失点、得点になる可能性を表すバロメーターになります。このような形で陣地の位置を確認いただければ幸いです。さあ攻撃権が変わりまして琉球のクラブアイランズを攻撃、ボールオンは自陣23ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。さあここでトラブルが発生しました。ラインから投げ出されたボールをスナップされた際にクォーターバック低く畳めこのボールをファンブルしました。なんとかクォーターバックを抑えておりますが結果的に約3ヤードのロスになっております。ボールを持った選手が倒れた時点までが攻撃1回となりますので、交代した状態で倒れた場合ロス、つまり後ろに下がる形になります。クラブアイランズセカンドダウン13、ボールオンは自陣20ヤード。さあここでクラブアイランズはスクリーンパスを投じました。スクリーンパスはディープパスを投げると見せかけ、ディフェンスをラッシュ入れた状態で手前にいるランニングバックにパスをし、ランニングバックブロッカーを生かしたキャッチアンドランのデザインプレーです。これにより一気に状況挽回を図らんというところでしたが、これはしかし琉球も見事対応しておりました。ゲイン4ヤードにとどめております。しかし見事スクリーンパスを決めました、決めゲインを果たしましたのはクラブアイランズ44番の堀田、京都大学出身のバイスキャプテンです。さあクラブアイランズサーダウン9、パス不成功、ナイスパスカット。
ここでアイランズはパスにより突破を図るところでしたが、ディフェンスラインがこのパスをリフレクト、弾いたボールをインターセプト、99番仕掛けましたが、わずかにそれは届かずパス成功に終わっております。しかしこれにおいましてアイランズはフォースダウンに変わります。アイランズフォースダウン9、パントフォーメーションに変えます。琉球リターンに入った、ナイスリターン。琉球果敢にもリターナー29番これをキャッチしまして右サイドライン際を切り上がり、相手陣30ヤード付近でボールデッドとしました。この位置から琉球の攻撃に変わります。パントによる陣地挽回をそこからリターンで返しまして、そのパントを無効にする形に成功しましたのは琉球29番の中村です。城西大学出身。さあ琉球は相手陣に入った位置からの攻撃です。相手陣33ヤードから琉球ファーストダウン10。パス不成功。琉球まずこの最初のプレーをパスから入りました。ターゲットは3番でしたがこのパスをキャッチミス、パス不成功となっています。 MRGN 様メッセージありがとうございます。アイランズ頑張って、アイランズの応援メッセージです。アイランズも現在奮闘しております。状況突破図らんと展開しておりますが、現在はまだ難しい状況にあるようです。さあしかしディフェンス陣は今季もアイランズは好調です。琉球このディフェンス陣突破なるでしょうか。琉球相手陣34ヤードからセカンドダウン10。パス成功。ナイスキャッチ、ファーストダウン。クォーターバック7番左ロールアウトから中央切れ込んだワイドレシーバー21番にロング27番にロングパス。27番アイランズディフェンス陣が殺到する中、これを見事にキャッチしまして大きくゲイン、琉球ファーストダウン。素晴らしいパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、それを取りましたワイドレシーバー29番は中村でした。さあ一気に相手陣5ヤードの位置に入りました。琉球ファーストダウン2ゴール。これはアイランズナイスディフェンス。琉球ここで3番にキャッチさせ、そこからキャッチアンドランを図りましたが、これは琉球失礼しました、アイランズ25番9番が対応しまして、このパスによるゲインを1ヤードにとどめております。粘りあるディフェンスを見せましたのはアイランズ9番の砂川、手塚山大学出身、そして25番の米沢です、鳥取大学出身のプレイヤーです。しかしまだ琉球優位な位置です。相手陣4ヤードからセカンドダウン2ゴール。タッチダウン。琉球ここでショットガンフォーメーションからクォーターバック自らが QB ドロー、相手の意表をつくように中央突破しまして、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。琉球クォーターバック7番藤原の QB ドローによりましてタッチダウンし、6点追加となっております。さあそして琉球はここでトライフォーポイントは2点を狙います。2ポイントコンバージョン。このパスは不成功。この距離をパスにより突破図らんというところでしたが、これはアイランズ譲らず、このトライフォーポイント失敗となっています。6点止まり、琉球ガーデンライオンズ12点、クラブアイランズ0点となっています。しかし琉球が堅守を誇りますアイランズのディフェンス陣をこじ開けるように得点を重ねております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。
さあ琉球ガーランライオンズのキックオフで試合再開となります。さあこれも短いキック、アイランズリターンに入ります。リターナー85番、自陣28ヤード付近の位置を確保し、この位置からアイランズの攻撃に変わります。さあアイランズ反撃になるでしょうか。ボールオン自陣27ヤードからファーストダウン10。さあまず中央のランプレーを展開を図りました。何枠42番の突進力を期待しましたが、これは琉球ディフェンス陣を踏ん張りまして、ゲイン2ヤードにとどめております。キャリア42番は山崎、滝川高校出身のキャプテンです。クラブアイランズセカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック11番、左に展開した85番へのパスでしたが、このパスはオーバースローです。パス不成功となりサードダウンに変わります。琉球も徐々にこのアイランズの攻撃に対応でき始めているようにあります。クラブアイランズサーダン8。パス成功、ファースター。クォーターバック11番、左に展開しロールアウトからワイドレシーバー81番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。見事なパスを投じましたのはクォーターバック11番のハタブ、九州工業大学出身の52歳のクォーターバック。取りましたワイドレシーバーは81番の片瀬、関西学院大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新になりまして、アイランズファーストアンテン、ボールオンは自陣40ヤード。ここでドロープレーを投入しました。パスの裏をつくようにこのランプレーを中央に投入しまして、ラニ枠42番タックルを受けながら約3ヤードのゲインとしています。42番は山崎、滝川高校出身。クラブアイランズセカンドダウン7。パス成功、ファースター。クォーターバック11番、今度は左から、右から縦に切り上がりましたレシーバー85番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。ディフェンスにカバーされながら見事に競り勝ちキャッチしましたのはワイドレシーバー85番のプレイヤーです、寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあアイランズは相手陣36ヤードに入りました。この位置からのファーストダウン10。さあ今度は中央へのランプレー、何枠42番左オフガード付近をつきまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。ここはキャプテンの山崎がまず一つ目の手を入れました。
クラブアイランズセカンドダウン8、ボールオン相手陣34ヤード。パス不成功です。ここで右に展開しておりましたワイドレシーバーにカールアウトパターンからパス走りました。レシーバーにパスを投じましたが、このパスキャッチできずパス不成功となっています。ディフェンス陣あるいはパスカットしていたかもしれません。パス不成功になりましてサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン8、パス不成功。クォーターバック12番ロングパスを投じようとしましたが、ディフェンスのプレッシャーあり、ランニングバック42番にセーフティーバルブのパスを投じようとしましたが、コントロール定めることできずフォースダウンに変わっています。ここは琉球のディフェンス陣がプレッシャーをかけまして勝ちました。クラブアイランズフォースダウン8。さあ最後の攻撃権ですが、どのようにこの1回を使うでしょうか。プレーを敢行します。ここで8ヤードゲインしないと攻撃を打ちていますが、あえていきます。アイランズフォースダウン8、フォースダウンギャンブル。パス成功、ファーストダウンギャンブル成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらにあったでしょうか。先ほどの反則はディフェンス側のオフサイドの反則でした。ボールが動く前に相手エリアに侵入していましたが、この反則はアイランズ取りません。先ほどのプレーを有効としまして攻撃権更新としました。従いましてアイランズ相手陣11ヤードからファーストダウン10と変わります。さあ相手陣11ヤードからの攻防になります。クラブアイランズファーストダウン10、さあ中央のランプレーを投じます。ラニマク42番の突進力によりまして約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。キャリア42番は山崎、滝川高校出身のプレイヤーです。クラブアイランズセカンドダウン7、ボールオンは相手陣8ヤード。さあ攻撃権更新までは7ヤード、しかしエンドゾーンまで8ヤード、いずれにしても絶好のポジションです。琉球これを防げるでしょうか。アイランズ決めることになるでしょうか。パス不成功。クォーターバック左に展開していたワイドレシーバー25番にパスを投じましたが、これは琉球ディフェンスカバーよくパス不成功になっています。クラブアイランズサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン7、ボールオンは相手陣8ヤード。タッチアウト。ここでアイランズはスプリントドローを展開しました。クォーターバック左に流れながらその裏を突くようにランニングバック42番にハンドオフ。42番そこから一気に中央切れ込み、相手のディフェンスの強を突くようにエンドゾーン飛び込んでタッチャー。クラブアイランズ6点獲得です。
見事タッチダウンを決めましたのはランニング枠42番の山崎、滝川高校出身のチームキャプテンです。キャプテンがまずここで反撃ののろしを上げました。そしてこのトライ4ポイントはキックで狙いましたが、このキックはゴールポストに弾かれまして失敗となりました。6点止まりです。クラブアイランズ6点、琉球ガーデンライオンズ12点となっています。しかしここでイエローフラッグ反則が発生している模様です。オフェンス側アイランズの方に、イリガルフォーメーションの反則があった模様です。しかしこの反則を琉球は取りません。先ほどのキック失敗を有効という形で、終わらせました。従いましてクラブアイランズ6点止まりとなっています。クラブアイランズ6点、琉球ガーデンライオンズ12点となっています。なぎさま、Go for RGL のメッセージありがとうございます。琉球、このシリーズは残念ながら失点という形になっておりますが、まだ現時点は優位な位置を保っております。この配信は X2West、X3West 全19チームの合同企画によって行われております。さあクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。琉球リターンに入ります。琉球自陣30ヤード付近からの攻撃となりました。さあ前半残り時間は1分を切っておりますが、この状況からの琉球の判断を期待しましょう。ボールオンは自陣31ヤードの位置にあります。琉球ファーストダウン10、ここでホイッスルが鳴っています。試合再開です。琉球ファーストダウン10、ボールオンは自陣31ヤード。パス不成功。まず右に展開しておりましたレシーバーにパスを投じましたが、レシーバーとのタイミング合わずパス不成功となっています。前パスは失敗しますと時計が止まりますので、ここで残り時間は52秒と変わっています。琉球セカンドダウン10、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功、ファースター。ここで再びパスプレーでした。このパスをアイランズパスカットしたのですが、その浮いたボールをアイランズ14番キャッチ、従いまして前パスは成立しまして、そこからキャッチアンドランし14番ハーフウェイに前進しての攻撃権更新です。琉球ファースター。ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。琉球このままプレー間の時計クロックが回ることを防ぎまして、ここでタイムアウトを取りました。
この配信は X2 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。多くの方々のご寄付、ご支援によりまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この配信による活動によりまして、私もこのアメリカンフットボールを様々な形でご提供する形、撮影することができるようになりました。X2、X3 のみならず、地方学生、そして甲子園ボールトーナメントに至る、その各リーグの戦いも取ることができたのは、この企画のおかげだと思っております。さあ、試合再開です。琉球、ハーフウェイからファーストダウン10。前半残り時間は42秒。パス不成功。クォーターバック7番、縦に切り上がりました。レシーバーにパスを投じましたが、わずかにショートしており、パス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。釣りユー様の頑張れメッセージありがとうございます。さあ、琉球、ここでその声に応えることができるでしょうか。あるいはアイランズがここで踏ん張るでしょうか。琉球セカンドダウン10、パス不成功。再びパスプレー、中央に切り込んだ3番へのパスでしたが、3番芝に足を取られたか、スリップしまして、パス不成功となっています。琉球サードダウンに変わります。さあ、まずはここの攻撃権突破が図りたいところであります。琉球、残り時間は33秒。琉球サードダウン10、クォーターバック7番、パスを投じようと下がりましたが、プレッシャーありまして、スクランブルに変わりました。相手の裏をつくように約7ヤードゲインとなっていますが、攻撃権更新には至っておりません。ここでホイッスル。琉球、ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。エンドゾーンまでまだ40ヤード強というところですが、現在琉球の攻撃、最後のフォースダウンに変わっております。タイムアウトを解けまして、これより試合再開です。琉球フォースダウン4、プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル。さあ、4ヤード突破を狙うか、あるいはエンドゾーンを狙うか。QB サーク、ここでパスを投じんと下がりました。クォーターバック7番をアイランズ75番が殺到しまして、 QB サーク、パスを投じる前に仕留め、フォースダウン失敗と変えました。これによりまして、4回目の攻撃失敗により攻守交代に変わります。しかし、見事 QB サークを果たしましたのは、クラブアイランズ75番の折田、龍谷大学出身のプレイヤーです。184センチ、110キロの巨漢がここで大きな仕事を決めました。攻撃権はクラブアイランズに変わります。クラブアイランズファーストダウン10。さあ、攻撃を展開する。パス不成功。アイランズもこの残り時間少ない状況ですが、ここでタッチダウンを上げて一気に状況を逆転させたいと目論んでおります。
さあこの残り時間6秒をかけた攻防、非常に面白くなります。クラブアイランズ相手陣45ヤードの位置からのセカンドアウンテン、ここでクォーターバックは左ロールアウトからディープゾーンへのパスを投じようと目論みましたが、これを琉球92番が襲いかかり QB サーク、パスを投じる前に仕留め、ここで前半終了となっています。見事 QB サークしたのは92番のゲイブ・エドワーズです。前半戦終了となりまして、クラブアイランズ6点、琉球ガーデンライオンズ12点で、琉球がワンタッチダウンリードする形でこの試合前半戦終了となっております。非常に面白い攻防になっております、この第4節。さあこのハーフタイムで突破口を見出すことになり、状況打開を図れるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このハーフタイムの間を配信もインターバルとさせていただき、一旦音声を切らせていただきます。後半戦開始間もなくとなりましたら、再び音声を入れさせていただきます。さあ審判団もフィールドに戻りまして、間もなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半を終えまして、琉球ガーデンライオンズ12点、クラブアイランズ6点となっております。双方ともにタッチダウンを上げる形には成功しておりまして、トライフォーポイントの製品によりまして現在この得点となっております。琉球はどうやらそのトライフォーポイントをすべて2ポイントで本日行う気構えを感じます。対しましてアイランズとしましては、ここでもう1本タッチダウン取り返し、なんとか状況打開を図りたいというところでしょう。さあまだこの試合の状況は現時点ではまだわからないという非常に面白い状況になりました。ともに今季初白星を挙げますのはどちらのチームとなるでしょうか。まもなく後半戦再開となります。カフェオル様メッセージありがとうございます。後半戦も頑張れのメッセージ、おそらく双方のチームにとって励みになると思います。ここで今配信をご覧いただいている方々にお願いがございます。叶いましたらこの配信、そのお眼鏡叶うようであれば、できましたら高評価ボタン、そしてできれば忌憚なくメッセージを入れていただければと思います。 YouTube はその高評価やメッセージが多い少ないによりまして、他の方々へのご案内の確率と高度が精度が変わってまいります。できる限り多くの方々にこのアメリカンフットボールをご覧いただけますよう、ぜひご協力をお願い申し上げます。後半戦は琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開する形になります。キックオフをしますのはクォーターバックであります7番の藤原が務めます。さあアイランズ、何としてもここでリターンで好位置を確保したいといったところでしょう。リターナーは2枚セットした状態のフォーメーションにしております。さあ低いキックを蹴った。さあアイランズはどうするか。リターン入ります。短いキックで大きなリターンを避けるという状況を狙ったようですが、結果的にはアイランズ自陣40ヤードからの攻撃となります。カバーしましたのは4番のプレイヤーでした。4番は僭越ながら私の後輩でもあります毛利です。姫路獨協大学出身のチームの代表であり、監督も兼任しているプレイヤーです。さあアイランズは結果的に自陣40ヤードからの位置を攻撃の開始点としました。クラブアイランズファーストダウン10。リダリズム様、高評価ボタンありがとうございます。QB サーク。ここでクォーターバック、まず最初にパスプレーから状況を図ろうとしましたが、ディフェンスライン92番、相手オフェンスラインごと押し込みまして QB サーク、約5ヤードのロスを奪っています。素晴らしい圧力をかけ QB サックを決めましたのはチームキャプテンでもあります琉球92番のゲイブ・エドバース。さあアイランズはセカンドダウン16の状況に入ります。押し込まれましたが、この状況打開になるでしょうか。
さあここで右に展開しました。難に枠42番、相手ディフェンスをかいくぐるように右オープン展開しまして、約8ヤードのゲインに変えています。先ほど下げられた分をなんとか取り返す形に成功したといったところでしょう。見事にリカバリーしました。ランニング枠42番は滝川高校出身の山崎です。チームキャプテンです。双方ともキャプテンがその攻守最初のプレーでその試合の劇を飛ばしております。クラブアイランズサーダン8、パス成功、ファーサークォーターバック11番左に展開しまして、ワイドレシーバー81番にパス、81番、これをカムバックしましてキャッチし、攻撃権更新です。クラブアイランズファーサー、見事にパスを投じました。クォーターバック11番はハタブ、九州工業大学出身、取りました。ワイドレシーバー81番は片瀬、関西学院大学出身のルーキーです。ルーキーと言いましても、片瀬31歳のルーキーです。さあクラブアイランズファーストダウン10、ボールオンは相手陣46ヤード。今度はランニング枠42番にハンドオフ、カウンターを取るように左オフタックルへのランプレー投入し、約3ヤードから4ヤードのゲインにしています。キャリア42番は山崎、本日ランパスともにチームの核としてこの攻撃を率いております。クラブアイランズセカンドダウン7、ボールオンは相手陣43ヤード。さあ琉球としてはなんとかこのシリーズ止めたい。パス成功。ナイスキャッチ。クォーターバック11番、今度は右に展開した85番にパス。85番、これをキャッチし、相手タックルかわして約4ヤードから5ヤードのゲインに変えています。見事なキャッチをしましたな、ワイドレシーバー85番の寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズサーダウン2、ボールオンは相手陣38ヤード。これは琉球ナイスディフェンス。この距離をランで突破図らんというところでした、クラブアイランズ。しかしこれを琉球3番99番が殺到し、このランを阻止しております。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル。このプレーで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。しかし素晴らしいディフェンスを決めましたのは琉球ガーデンライオンズ77番の三永でした。京都産業大学出身のチームのバイスキャプテンです。後半戦に入りましても白熱した攻防戦となっております。この第4節の X3 リーグの試合です。現在試合は琉球12点、クラブアイランズ6点という状況になっております。この配信は X3ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。現在もこの企画は募集しております。その企画にご同意くださいます方々、ぜひご協力をお願いできれば幸いです。この配信によりましてアメリカンフットボールを多くの方にご覧いただくことが可能になっております。さあ試合再開です。クラブアイランズフォースダウン2、プレーします。フォースダウンギャンブル。さあこのプレーどうなるか。フォースダウン失敗、中央突破により攻撃権更新を図りましたアイランズ。しかしこれを琉球ディフェンス陣殺到しまして、このランノーゲイ。4回目の攻撃失敗によりまして攻守交代となります。攻撃権は琉球に変わります。まず最初の攻防、クラブアイランズ見事な攻撃展開し、一気にエンドゾーン狙わんという状況を図っておりましたが、しかしこれは琉球見事食い止め攻撃権を奪還しております。攻撃権変わりまして琉球自陣40ヤードからの攻撃に入ります。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。
さあ琉球もランプレーから入ります。何枠33番ハンドオフを受けまして右オフタクロ突破し約3ヤードのゲイン。キャリア33番は中本、関西大学出身。現在 X1 スーパーで華々しく活躍しております。お隣福岡サンズの代表でもある吉野と同期になります、日本一を取りました関西大学出身のプレイヤーです。パス成功です。ナイスキャッチ。クォーターバック7番中央切れ込んだワイドレシーバー14番にパス。非常に低いパスでしたが14番見事にキャッチし鮮やかに攻略、6ヤードのゲインとしています。見事なキャッチを決めましたのは14番のくさびらき、大阪工業大学出身。その本職内装職人というそのテクニカルな技がここで披露されました。さあ琉球サーダン残り1ヤード、中央ランプレー。さあこの判定どうなるか。攻撃権更新、ファースター。文字通り力と力の勝負の中央のランプレー。その攻防戦は結果的にこの1ヤードを琉球取りまして琉球攻撃権更新です。琉球ファースター。さあこれによりましてハーフウェイから琉球ガーディアンライオンズファースターアウト10。パス不成功。これはアイランズナイスディフェンス。クォーターバック7番ここでパスを投じようと構えましたがディフェンス殺到しましてクォーターバック投げ捨てる形でこの攻撃を放棄しています。琉球セカンドダウン2回目の攻撃に変わります。琉球ガーデンライオンズハーフウェイからセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック7番中央に切れ込んだレシーバーにパスを投じようとしましたがこれはアイランズ5番がパスカバーしておりパス成功となっています。ナイスパスカバーを見せましたのはクラブアイランズ5番の山本でした。失礼しました、本日5番は花村がつけております。花村は立命館大学出身。琉球サーダウンに変わります。琉球ハーフウェイからサーダウン10。パス成功。ファースター。クォーターバック7番左ロールアウトからワイドレシーバー14番にパス。14番カールパターンを走りましてこのパスをキャッチし攻撃権更新です。琉球ファースター。見事攻撃権更新を果たしたワイドレシーバー14番はくさびらき、大阪工業大学出身。さあ琉球相手陣に入ってまいりました。相手陣39ヤードから琉球ファーストアウト10。今度はヒッチパスを投じました。左に展開していた29番にキャッチアンドラン図らせ29番タックル受けながら約3ヤードから4ヤードのゲインに変えております。タフなキャッチアンドラン決めましたのは29番の中村です。城西大学出身。琉球ガーデンライオンズ相手陣34ヤードからセカンドダウン6。クォーターバック7番自らキープ、ハンドオフェイから中央切れ込みましてタックル受けながら約5ヤードのゲインとしています。しかし残り1ヤードの突破ならずという形でサードダウンに変わります。
キャリアとなりましたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身。琉球サーダン残り1ヤード、実質1ヤードありません。インチの状況、ナイスラン、ファースター再びクォーターバック7番自らキープしました。右オフタックル付近を突破しタックル受けましたが、そこからセカンド予報として攻撃権更新です。琉球ファースター、見事攻撃権更新果たしましたのはクォーターバック7番の藤原でした。ここはチームリーダーがオフェンスを引っ張り上げる形で攻撃権更新を果たしております。琉球相手陣24ヤードに入りましてのファーストダウン10、パス成功。琉球ファースター、クォーターバック7番、相手ディフェンス殺到する中ワイドレシーバー29番にパス、29番これを見事にキャッチし攻撃権更新としています。琉球ファースター、ここは藤原パスで今度は攻撃権更新を果たしました。取りましたワイドレシーバー29番は中村、城西大学出身。さあ琉球ファーストアンドゥーゴールに変わります。残り9ヤード、ここでドロープレーを挟みます。ランニングバック33番、裏を突くように中央突破を図りましたが、これはアイランズが抑えておりましてセカンドダウンに変わります。ここでホイッスル、ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終えまして琉球ガーデンライオンズ12点、クラブアイランズ6点、その差6点の状態で最終クォーター第4クォーターに移ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画によりまして、この会場にお越しいただくことがかなわないご病状をお持ちの方々、ご高齢の方々にもアメリカンフットボールをご覧いただくことが可能となりました。また中には海外にお住まいの方々もいらっしゃいます。できる限り多くの方々にこの国内で行われておりますアメリカンフットボールをご覧いただきたく、この企画は実施させていただいております。多くの企業様そして個人様のご寄付ご支援によりまして企画は成り立っております。何卒今後もぜひご協力をお願い申し上げます。さあその試合もまもなく最終クォーター第4クォーターに移ります。現在その得点差は6点、タッチダウン差、正確にはトライフォーポイントが入りますとそのタッチダウンによって一気に逆転できる状況にまだ双方ともあります。果たしてこの試合を勝利することができるのはどちらのチームとなるでしょうか。その決着はまもなく残り10分のこの第4クォーターで決着となります。さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。攻守方向変わり、琉球相手陣9ヤードからセカンドアンドゥーゴールで試合再開です。パス不成功、パス不成功の判定です。ここで琉球一気にタッチダウンを狙いました。中央へ切れ込んだワイドレシーバー29番にパスを投じましたが、29番キャッチできずパス不成功に終わっております。現在鶴見緑地は雨が降っております。琉球サーダウントゥーゴール残り9ヤード、
インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック7番スナップミスをジャッグルしましたが、リカバーしなんとかそのパスを投じました。しかしこのパスを取りましたのはアイランズ44番のインターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権はクラブアイランズとなりました。見事値千金のインターセプトを決めましたのはクラブアイランズ44番の堀田、京都大学出身のプレイヤーです。名門京都大学ギャングスターズのその勇姿がここで披露されました。さあ攻撃権を奪い返したリュクラブアイランズ、ボールオン自陣10ヤードからのファーストダウン10。ここでアイランズ後半1回目のタイムアウトを取ります。非常に厳しい状況でしたが、アイランズ堀田のインターセプトによって状況を打開することに成功しました。その攻撃開始という状況でしたが、まず一旦ここで攻撃チーム作戦を立て直すタイムアウトを入れます。この配信は X ウエスト X ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブアイランズ自陣10ヤードからのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック11番右に展開したワイドレシーバー85番にパスを通し、85番ディフェンス殺到する中、約1ヤードから2ヤードのゲインとしています。タフなキャッチを決めましたのはアイランズ85番の寺崎でした。大阪体育大学出身。クラブアイランズセカンダウン8。パス不成功。今度は左に展開した85番へのヒッチパスでした。キャッチアンドランを図るバブルスクリーンのようなパスでしたが、このパスキャッチできずパス不成功となっています。クラブアイランズサーダン8の状況に変わります。さあこの8ヤードの攻防を注目です。成功、ナイスディフェンス。クォーターバック11番左にカールアウトパターンでカールに入ってきた81番にパスを投じました。しかしこれは琉球見事にパスカバーしパス不成功としています。カールアウトは外のレシーバーが内側に巻くように入り、その内側のレシーバーが外に出る形に交錯することによって相手ディフェンスのマンツーマン、そしてゾーンカバーの隙間を狙うという古来より伝わっておりますアメリカンフットボールのパスパターンの一つです。クラブアイランズフォースダウン8。このパントによりまして琉球陣42ヤード付近で攻守交代となります。琉球攻撃権を取り返す形になりました。しかしアイランズも陣地挽回を図る形になっております。さあ攻撃権琉球に変わりましたが、先ほど攻撃を
タッチダウンに結びつけられませんでした。その攻撃シリーズ、ここで挽回なるでしょうか。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番、内側に入り込んできた14番にパス、タックル受けながら14番、見事にキャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。14番は草開き、大阪工業大学出身。琉球セカンダウン、セカンダウン4、ボールオンは自陣49ヤード。パスは成功、しかしナイスパスカバー。右に展開しました14番にパスを投じ、キャッチアンドラン図らんというところでしたが、これはアイランズ25番がカバーしておりまして、ゲインは2ヤードほどにとどめております。素晴らしい対応をしましたのはアイランズ25番の米沢でした。鳥取大学出身。さあサードダウン2の攻防です。相手陣49ヤードから琉球サードダウン2。琉球ファースター、クォーターバック7番、5ワイドエンプティーのフォーメーションでパスと見せかけ自らキープ、左オフタックルを突破しまして攻撃権更新です。琉球ファースター、鮮やかに相手の裏をつきまして攻撃権更新果たしましたのは琉球クォーターバック7番の藤原でした。千葉商科大学出身。琉球相手陣46ヤードからのファーストダウン10。パス不成功、パス不成功です。ここでパスプレーを挟みました。左に展開したワイドレシーバー29番にフックパターンのパスを投じましたが、29番キャッチミスしましてパス不成功となっています。現在雨足強くなってきておりまして、この辺も影響が出ている可能性があります。琉球セカンダウン10。ここでランプレーを投入します。ランニングバック33番にハンドオフしまして中央突破、33番倒れ込むように約4ヤードのゲインとしています。キャリア33番は中本、関西大学出身。琉球サーダウン6、ボールオンは相手陣43ヤード。さあクォーターバック7番ハンドオフフェイから右オープンに展開、ディフェンスとすれ違うようにゲインしていますが、攻撃権更新にはわずかに至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ残り1ヤードありません。インチの攻防になるようです。琉球フォースダウンインチ、ボールオンは相手陣37ヤード、フォースダウンギャンブル。ここでホイッスル。琉球ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどはハードカウントを試みた模様です。オフェンスあえてコールするタイミングをずらす形で、アイランズのオフサイド、誘発するオフサイドトラップを仕掛けました。しかしこれに、アイランズ見事踏みとどまりまして、これによりましてタイムアウトを琉球取りました。非常に高度な戦術を双方駆使し始めております。
この配信は X ウエスト、X ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあ、タイムアウトを解けまして、これより試合再開となります。琉球フォースダウンインチの状況での試合再開です。あやエドワーズ様、メッセージありがとうございます。みんな寒いだろうけどラストクォーター頑張りのメッセージチームに伝わるでしょうか。さあ、フォースダウンインチ、フォースダウンギャンブル。ナイスダウン、攻撃変更、シンファースダウン。ランニバック33番ハンドオフを託されまして、中央滑り込むように中央切り込みまして、攻撃権更新です。琉球ファースダウン、見事ギャンブルスのランプレーを託され、その大役を果たしました。ランニバック33番は中本、関西大学出身です。さあ、琉球相手陣25ヤードに入りましてのファーストダウン点となります。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。琉球1秒プレー開始前1秒間静止する、その1秒間が確保できないままプレーを開始しました。オフェンスチームにはさまざまな縛りがあります。プレー開始前1秒前は特定の選手、モーション以外の選手は静止しなければならないなど、さまざまな条件があります。これを守らないと5ヤード抜体となります。琉球5ヤード下がってファーストダウン15、ボールオンは相手陣30ヤード。パス不成功。ここで琉球はパスプレーで中央切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、これはアイランズあわやインターセプトというパスカバーにありまして、パス不成功となっています。ダウン1つ変わって琉球のセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン15、ボールオンは相手陣30ヤード。さあ、ランが出ましたが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーションの反則です。5ヤード抜体となります。オフェンスのその制限の中の一つには、バックスは4人、そして最前列のラインマンは7人という縛りがあります。先ほどのフォーメーション、ラインマンが6人しかおらず、バックスが5人という状態でした。不正な体型でプレーをしたという形で5ヤード抜体となります。従いまして琉球セカンドダウン20で試合再開です。パス不成功。クォーターバック7番中央切れ込んだワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、3番足を滑らせたがパス不成功となっています。サードダウンに変わります。
琉球サードアントリー、ボールオンは相手陣34ヤード。ここでホイッスル。琉球ここで後半2回目のタイムアウトを入れました。プレー定まらず制限時間内にプレーできないと判断し、ここでタイムアウトを挟みます。さあこの試合も残り時間3分20秒という状況になっておりまして、現在琉球がその攻撃を継続している状況にはありますが、サードダウン20という状況に入りました。ここで今現在琉球が後半2回目のタイムアウトを取っております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現していたしました。多くの企業様、そして多くの方々、現在画面上に映し出されている様々な方々のご支援によりまして、この企画は成り立ちました。そのご厚情大変感謝申し上げます。この企画は今後も継続したいと思っております。ぜひ何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを届けまして試合再開です。琉球サードアントリー、パス不成功です。クォーターバック7番左にロールアウトし、ワイドレシーランニングバック33番にパスを投じましたが、このパス33番ジャグルした状態になり、パス不成功となっています。結果的にパス不成功となりまして、琉球フォースダウンに変わります。琉球フォースダウントエリー、パントフォーメーション。このパントはアイランズ陣15ヤード付近でボールデッドとなりまして、この位置で攻守交代となります。クラブアイランズ残り時間2分59秒で攻撃権を得ました。スリーユー様、あと3分頑張れ琉球のメッセージありがとうございます。さあこれが琉球にとって福音となるでしょうか。クラブアイランズ自陣14ヤードからファーストアンテン。もちろんこのシリーズでクラブアイランズがタッチダウンを上げ、そしてトライフォーポイント決まりますと逆転となります。パス成功、ファーストクォーターバック11番右からポストパターンで入りました81番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストパスを取りました。ワイドレシーバー81番は関西学院大学出身の片瀬です。クラブアイランズファーストダウン10。パス不成功、今度は外へ展開した81番へのパスでしたが、このパスはオーバースローです。アイランズセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、ボールオンは自陣28ヤード29ヤードです。パス不成功、今度は左にバブルスクリーンのように展開しておりました85番のパスを投じました。ここからキャッチアンドラン図らんというプレーでしたが、パスが失速し不成功となっています。クラブアイランズサードダウンに変わります。
ラブアイランズサダン10。成功ファースター、クォーターバック7番失礼しました11番左に展開しましてパスを投じ、85番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。見事攻撃権更新を果たしましたのはクラブアイランズ85番の寺崎です。大阪体育大学出身のプレイヤーです。この配信は X2 ウェスト、X3 ウェスト全19チームの合同企画によって実現しております。試合再開となります。アイランズファーストダウン10、パス不成功。ここでフラットパターンを走りました4番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっていますが、ここでイエローフラッグが発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っている選手は相手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤード抜体となりましてファーストダウンやり直しとなります。サンダー皆様、水友様、タイロンのメッセージ、このメッセージがアイラン、ゴールデンファイターズ、失礼しました、琉球ガーディアンライオンズのそのパワーとなることに期待しましょう。クラブアイランズファーストダウン20。パス不成功、ここでイエローフラッグが発生しています。オフェンスのペナルティのジェスチャーが出ております。オフェンスチームにホールディングの反則がありましたが、この反則を琉球は取りません。ダウンパス失敗ですので、ダウンが進む形に選択を変えました。攻撃権を一つでも奪うという判断です。さあアイランズは突破なるでしょうか。アイランズセカンドダウン20、インターセプト、ターンオーバー。ここでアイランズはスクリーンパスを投じ、その状況を打開を図ろうとしました。しかしこれを取りましたのは琉球ガーディアンライオンズ77番、インターセプトによりまして攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権琉球に変わります。見事インターセプトしましたのは77番の三永、京都産業大学出身のチームのバイスキャプテンです。
本来プレッシャーをかけるディフェンスラインマンがここで素晴らしい運動神経を見せまして、攻撃を奪い返す形に成功となりました。さあ琉球ファーストダウンの攻撃、パス成功、タッチダウン。ここで琉球一気にタッチダウンを狙うパスを投じました。クォーターバック7番、右奥に走り込んだワイドレシーバー21番へのロングパスで、29番へのロングパス、29番これを見事に飛びつくようにキャッチしまして、琉球タッチダウン6点獲得です。見事にキャッチしましたのは29番の中村でした。城西大学出身。そして2ポイントを狙います。琉球2ポイントコンバージョン。見事に成功、2ポイント獲得。ダンプレーによりまして33番右オフタクロ駆け上がりまして2点追加し、琉球ガーデンライオンズ20点、クラブアイランズ6点となりました。この最終盤の状況で琉球ディフェンスのビッグプレーを生かし、琉球タッチダウンを上げる形に成功しております。セリーグ様、アヤ・エドワーズ様のメッセージに称されるように中村選手素晴らしいプレーを決めました。さあ琉球のキックオフで試合再開となります。さあアイランズリターンに入った、アイランズ自陣35ヤードを超えた位置からの攻撃と変わります。さあアイランズ状況は厳しくなりましたが、しかしまだ可能性がゼロとなったわけではありません。ここで反撃となるタッチダウンを狙います。クラブアイランズ自陣37ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック11番パスを投じようと下がりましたが、琉球85番のラッシュに遭いまして左に迂回してパスを投じました。しかしコントロール定めることができずセカンドダウンに変わっております。プレッシャーしましたのは琉球85番の佐久原ジョセフです。黒巻ハイスクール出身の30歳のプレイヤーです。桑崎ハイスクールですね、失礼いたしました。クラブアイランズセカンドダウン10。パス不成功。ここで内側切れ込んできた81番にロングパスを投じましたが、81番キャッチできずパス不成功となっています。アイランズも雨による影響が出ている模様です。クラブアイランズサーダウン10。パス不成功。なんとか打開図らんと中央切り込んだレシーバーにパスを投じましたが、パス不成功となりフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン10。プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル。
パス不成功。この4回目の攻撃、パスプレーも失敗となりました。攻守交代となります。攻撃権変わりまして琉球の攻撃となります。琉球相手陣37ヤードからファーストダウン10。ランプレーを投入します。ランニバック33番、ハンドオフを受けて右オフタクロ突破し約5ヤードのゲインとしています。中で倒しているため時計が回り続けます。琉球セカンドダウン5。パス成功、タッチダウン。ここで再びタッチダウンを狙うロングパスを投じました。クォーターバック7番、奥に走り込んだ29番に投じまして、これを29番キャッチし、エンドゾーン、タッチダウン。琉球、6点追加となりました。そしてトライフォーポイント、2ポイントを狙います。キャッチミス、2ポイント失敗です。ここで3番ノーマークになりまして、このパスをキャッチできるかと思われましたが、このパスをキャッチできず、結果的に6点止まりとなりました。琉球ガーデンライオンズ26点、クラブアイランズ6点となっております。本来ならば試合ほぼ決着という状況が見えている状況ではありますが、琉球としましてはここで少しでも華々しい形でこの試合を終わらせたいという思いでしょう。タッチダウンを狙うプレーではありました。そして見事タッチダウンを果たしております。その琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。スクイブキックを蹴りましてリターンを避ける形のキックでした。アイランズ自陣32ヤード付近で抑えております。クラブアイランズ自陣36ヤードからの攻撃です。ファーストダウン10。パス不成功。ここで右に展開したワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、3番キャッチできずパス不成功となっています。クラブアイランズセカンドダウン10。パス成功、ファースト。クォーターバック11番、内側に切れ込んだワイドレシーバー85番にパスを通し攻撃権更新です。クラブアイランズファースト。ここでアイランズは後半2回目のタイムアウトを取りました。
試合時間残り7秒となっております。タイムアウトを解けまして試合再開となります。アイランズファーストダウン10、試合時間残り7秒。パス不成功です。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスにイリーガルフォーメーションの反則がありました。5ヤード下がってファーストダウンやり直しという形になります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブアイランズ失礼しました、琉球ガーデンライオンズ26点、クラブアイランズ6点で琉球ガーデンライオンズの勝利という形になりました。琉球見事にこの試合勝利しまして、今季初勝利を挙げる形になりました。クラブアイランズ善戦しておりましたが、惜しくもこの一戦逃しまして4敗という形になりました。しかし初勝利が見える素晴らしい攻撃も展開しておりまして、次節最終節においても期待できる試合展開でした。ナイスファイトでした。琉球今季 X2 昇格を果たさんという夢は叶いませんでしたが、しかし見事な勝利でした。最終節においてさらなる勝利積み重ねを期待したいと思います。ナイスゲームでした。カメラの中多くの方々にもご覧いただけました。両チーム素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。
それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信はここで一旦終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この後に続きます2試合も配信させていただきます。ただ残念ながらですが、この後にあります最終節第5節は私の都合で申し訳ございませんが配信はできません。会場に向かうことがかなわないため、もし最終節の結末ご注目の方々おられましたら、ぜひ会場にお越しいただき、その熱戦をご覧いただきたいと思います。本日の配信は X ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その配信を本日実施いたしましたのは私、道楽屋リチャーでした。機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。